今日はこちらのミルクペイントのピスタチオグリーン、こちらをメルカリで買って今日やっと来たので色を塗るところから始めたいと思います。先に内側を塗って組み立ててから外側を塗っていきたいと思います。こんな色です。しっかり塗らずにささっと塗っていきます。とベースにとワトコイルのウォールナットを塗っています。このミルクペイントって、結構全部いい色ですよね。すごい、ブルー系もなんか何とも言えない色合いだし、このピスタチオグリーンもすごく優しい色でいいですね。なんか必要以上に全種類集めたくなっちゃう感じです。はい、まあこんな感じでささっと、内側なんであんまりこう気合も入れずにこんな感じで塗り終わりました。はい、では早速組み立てていきたいと思います。最初はボンドで留めていって、ちょっとグラグラするようだったらビスで留めていきたいと思います。ボンド乾かし中です。今更なんですけど、ちゃんと水平についてるかどうかチェックします。
チーです。はい、一番下です。わ、よかった。はい、水平についてるみたいです。安心しました。ここでしっかり乾かしていきたいと思います。はい、いや、速乾木工用ボンド、ほんと速乾です。早いです。では外側も色を塗っていきたいと思います。乾いたら反対側も塗っていきたいと思います。乾いたら白いペイントで少しアンティーク感を出します。これは前に使ってそのまま洗わずに乾かしたものですごく硬いです。これに白いペイントをつくかつかないかぐらいつけてトン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 としたりと角を塗ったりカスカスにつけていきます。そして最後にヤスリを、この角のあたりとかをかけるとそれっぽくなります。ペイント乾きました。と白いペイントでところどころ色を入れてヤスリで、アンティーク感を出してみました。で、ここについてるのがセリアで買ったネームプレートをつけてます。中には下敷きに使ってたチラシがちょっと黄色いのがあったのでそこを切り取って糊で貼っつけてます。棚は、ボンドだけではちょっと心配だったのでビスを斜め打ちしてます。一箇所ずつ留めました。完成です。特にサイズとか最初決めてなくて作りながら決めていった感じだったんですけども、その割には思ったよりすごくなんか上手にできたかなと思います。これでかかった費用がこのネームプレートを入れて、600円ですね。セリアで600円でできました。
早速多肉植物を飾ってみたいと思います。